美の競馬チャンネル。今週のゴールドシップ3区出走情報のまとめです。まず先週の振り返りから行っていきましょう。まず2歳新馬ですね、ウェルシュゴールド、とっても可愛い見た目でしたね。あのパドックの様子とかもすごいウキウキルンルンって感じで、可愛い可愛いお馬さんでした。そして当選フルビア、皆さんも気になってた方多いんじゃないでしょうか。あのなんかムキムキの大胸筋が張った写真、あれを見てたので、実際どんな馬さんが出てくるのかと思ったら、意外と体重も重くなくて軽くて、で見た目も細かったですよね。全然あんなにムキムキじゃなかった。あの写真は何だったんですかね。ちょっとびっくりした。1枚とパドックの様子とかレースの様子でした。そしてマリネローがですね、私結構今度は勝てるんじゃないかなとすごく期待してたんですけれども、まあ、4着だったっていうのが悔しかったですね。いやすごく最後も頑張っていたので、今度は頑張って勝ち上がってほしいですね。皆さん今週も応援していきましょう。今週も土曜日曜、たくさんのゴールドシップ3区が出走します。一緒に見ていきましょう。まずは、9月25日土曜日です。9月25日土曜日は中山競馬場のみに出走します。中山にレース、2歳未勝利に7番でコスモプルエバー、中山6レース、3歳以上1勝クラスに3番でコスモブルーノーズ、そして最後中山7レース、3歳以上1勝クラスに7番でカイザーソウルが走ります。個人的には、まあ、先週が土日月曜日の3日連続開催でちょっとたくさんゴールドシップ3区が走ってたっていうこともあって、土曜日3頭しかいないのっていう気もするんですけれども、一生懸命応援していきましょう。続いては9月26日日曜日です。ちょっと右の方から行っていきますね。中山にレース、2歳未勝利に出走するのはマイネルイデア、中山3レース、2歳未勝利は2頭出走します。キントリヒ、コスモライデンです。そして中山5レース2歳新馬です。マイネルキングとエリオトローピオが走ります。中山11レースオールカマー G2 ですね、2番でウィンキートスが出走します。そして競馬場変わりまして、中京競馬場、中京8レース3歳以上1勝クラスにコスモ北進が出走です。日曜日の目玉としては、私的には2歳新馬のマイネルキングとエリオトローピオがどんな感じの馬さんなんだろうなっていうのでワクワクしているのと、あとは大好きなウィンキートスが出ます。中山11です、オールカマーですね、応援していければと思います。それでは出走馬の情報を一頭ずつ見ていきましょう。9月25日土曜日です。最初の一頭目は中山2レース2歳未勝利の7番コスモプルエバーです。牝馬2歳のクリゲちゃんです。戦線は2000勝、2着が1回ありますね。前走9月5日の3番人気です。コスモプルエバちゃん、そろそろ勝ってもおかしくないなと思っております。可愛いクリゲちゃんなんですけれども、個人的にはですね、後ろの蓋足が白い靴下みたいな、なんかハイソックスみたいなの入ってるんですよね。でお鼻のところもふーんって白くて、とってもとっても可愛いなと思っております。コスモプルエバの名前の由来はですね、
冠名のコスモに、スペイン語で証明になります。証明あれですよ、証を明らかにするの証明の方です。コスモブルエバちゃん応援していきましょう。続いては中山6レース、3歳以上1勝クラスに出走する3番のコスモブルーノーズです。ボバ4歳の足毛くんです。戦線14勝1勝、1着が1回、2着が1回、3着が1回、それ以外が11回、前走9月4日の15番人気です。コスモブルーノーズくんなんですけれども、すごく綺麗な足毛くんなんですよね。もう尻尾のふさふさ具合といい、なんか色のこうグラデーションの変わり具合といい、とってもとってもかっこいい足毛になります。今のところちょっと15番人気なんですけれども、もうちょっと上がってもいいのになと個人的には思っています。コスモブルーノーズくんの名前の由来は、冠名のコスモに、非常に高速な稜線で、国際レースでも勝利した船の名前だそうです。船の名前、ゴールドシップのシップも船なので、そこにかけてきているんですかね。ブルーノーズくんも応援していきましょう。続きまして、中山7レース、3歳以上1勝クラスに出走する7番のカイザーソウルです。ボバ4歳影です。戦線は9戦3勝、1着が3回、2着3着が0回、それ以外が6回、前走7月11日で程よく、まあ、疲れも取れていていいんじゃないでしょうか。現在14番人気です。カイザーソウルくんなんですけれども、こちら名前の由来がですね、ドイツ語で皇帝を表すと、皇帝に、魂ですね、ソウルで、皇帝魂を表しています。かっこいいですよね、キリッとした写真で。メンコ外すと意外とすごいチャーミングで可愛いお顔をしているんですよね。そういったギャップがあるところもすごく好きな一頭です。続きまして、9月26日日曜日です。まずは中山2レース、2歳未勝利に出走するマイネルイデアです。ボバ2歳足毛くんです。戦線2戦0勝ということで、まあ、1着から3着入ったのは0回なんですけれども、まあ、これからどんどん成長が期待できる大馬さんになるのではないかなと思っております。掲示板に攻めて今回乗ってくれればいいんですけどね、ちょっと次へ期待のできる走りをしてくれればなと思います。現在10番人気です。前走9月11日ですね、まあ、あまり空いてないんですけれども、疲れが残ってなければいいですね。皆さんでマイネルイデアくん応援しましょう。マイネルイデアの名前の由来は、冠名のマイネルに理念を表す言葉だそうです。マイネルイデアくん頑張ってね。続いて中山3レース、2歳未勝利に出走するキントリヒです。キントリヒはボバ2歳の足毛くんです。戦線は3戦0勝、1着から3着は0回、それ以外が3回です。前走9月の5日で、現在5番人気となっています。キントリヒくんの特徴なんですけれども、足毛なんですけど、ちょっと黒っぽい感じの、黒が濃い感じの足毛くんですね。で、後ろ足のちょっとこう白い感じのふわふわって模様がついてるところがチャーミングで可愛いですね。キントリヒの名前の由来は、ドイツ語で無邪気を表しています。キントリヒくんパドックでも結構可愛いんですよね。なんかって感じで歩いていてすごく可愛いなと、ほっこりした気持ちで見れています。キントリヒくん皆さんで応援していきましょう。続いても同じレースに出走するコスモライデンです。ボバ2歳の影ですね。
戦線一戦ゼロ勝、前走9月11日で、まあ空いてないんですけれども、まあ、疲れ溜まってないですかね。10番人気です。コスモライデンくんの名前の由来なんですけれども、冠名のコスモに、雷に電気の電のあの雷電ですね。そのまんまなんですけれども、それでコスモライデンです。まだまだこれからの、お馬さんになるかなとは思うんですけれども、まあ、まずは掲示板の中に入ってくれて、できたら3着以内馬券に絡んでくれると、いつも頑張れ馬券を買っている私としてはすごく嬉しいですね。最近ゴールドシップ産駒、毎週中央競馬は頑張れ馬券買ってるんですけれども、ちょっと2週3週ぐらい連続で全然帰ってきてない状態なので、ちょっとでも帰ってきてくれるとすごく嬉しいですね。応援しがいがある。まあでも元気に走ってくれるだけで十分ではあるんですけどね。成長する姿を見るのもとても楽しいですよね。続いては中山5レース2歳新馬に出走するマイネルキングです。ボバ2歳のクリゲくんです。馬主さんはサラブレッドクラブラフィアンで、現在11番人気です。マイネルキングくんも後ろの2足がですね、ちょっと長めの白のソックス履いてるんですよね。可愛いですね。一体どんな走りを見せてくれるんでしょうか。とっても楽しみにしています。皆さんで応援しましょう。マイネルキングの名前の由来は、冠名のマイネルに、キング、王ですね、それを組み合わせたものになります。続いても同じレース、中山5レースの2歳新馬に出走するエリオトローピオ、牝馬2歳のクリゲちゃんです。ごめんなさい、こちらお写真見つけることができなかったんですけれども、当日のお楽しみということで、きっと可愛い可愛いクリゲちゃんが出てきてくれることでしょうね。楽しみに待ちましょう。こちらも馬主さんサラブレッドクラブラフィアンで、現在16番人気です。エリオトローピオ、イントネーションこれで合ってるんですかね。エリオトローピオ、ちょっと覚えにくい名前ではあるんですけれども、まあ何回かやってる間に覚えますかね。エリオトローピオちゃんです。はい、エリオトローピオちゃんの名前の由来なんですけれども、イタリア語でブラッドストーンを表すと。で、ブラッドストーンって何って私は思っちゃってちょっと調べたんですけど、はい、これらしいです。石？宝石？みたいな感じのものですね。まあ、ストーンです。はい、で、名前の由来で、母親の名前から連想というふうにあるんですけれども、お母さんの名前がマイネジャーダで、マイネジャーダですね。で、イタリア語で翡翠を表すそうです。で、まあなんか石つながりっていうところですね。応援していきましょう。続いては中山11レースオールカマーに出走する2番のウィンキートスです。牝馬4歳黒影の女の子ですね。戦線17戦5勝1着が5回2着が5回3着が3回それ以外が4回。前走8月22日の札幌記念でした。現在6番人気です。前走の札幌記念なんですけれども、多分私以外も思った人いると思うんですけど、体重486キロでプラス、18キロ増ということで増えたなウィンキートスちゃんって思ったんですけど、今回体重どれぐらいな感じですかね。それで結構走り決まったりするかなと思ったりしています。全然そんな増えたようには見えなかったんですけどね、パッと見る人が見たら増えたなって思うんですかね。ウィンキートスちゃんの体重にもちょっと注目しながら見ていきましょう。はい、ウィンキートスの名前の由来は、冠名のウィンに、ありがとうというフィンランド語を組み合わせたものです。
可愛いですね。ウィンキートスちゃん、とっても言いやすい。エリオトローピオの後だからかな。ウィンキートスすごい覚えやすいですよね。なんかジョッキーもキートスちゃんって呼んでるらしくて、キートスちゃん可愛いと思って、お顔もすごい可愛いんですよね。優しいお顔をしています。今6番人気なんですけれども、私3着以内には来てくれるんじゃないかなと期待しております。そして中京8レース3歳以上1勝クラスに出走するのはコスモ北進です。ボバ3歳の影くんです。戦前9戦1勝で1着が1回、2着3着が0回、それ以外が8回。前走5月29日からだいぶ空いてますね。はい、現在9番人気です。コスモ北進の、チャームポイントとしてはあれですよね、結構奇抜な色のメンコですね。耳のところが赤色で星マークがついていて、あとは水色っていう、パッと見ですぐコスモ北進くんとわかるようなメンコです。コスモ北進くんの名前の由来なんですけれども、冠名のコスモに北進、北極星の中国での呼び方だそうです。で、それを合わせたものになります。で、お母さんの名前より連想しているということで、お母さんの名前はですね、北斗七星の北斗に粒子を組み合わせた北斗グレインになります。で、なんとお母さんのお父さんアグネスデジタルなんですよね。それ聞いただけですごい強そうって思うんですけど、コスモ北進くんの活躍をみんなで応援しましょう。最後におまけです。9月21日と22日にセプテンバーセールが行われました。ゴールドシップ3区の3頭が上場されたんですけれども、全頭とも無事に落札されたとのことでした。上場されて落札された3頭です。左の上からですね、ジャストアキッスの2020、550万円で落札されています。そして、右の上の方が、セカンドの星の2020、825万円で落札されたということで、こちらなんと落札者が日本中央競馬会なので JRA さんなんですよね。 JRA って大野さん落札するんだって、この競馬初心者の私は思ったんですけれども、誰か詳しい方いたらどういう感じになるのかを教えてほしいです。普通に競走馬として走るっていうことでいいんですかね。いいんですよね。で、最後下の一頭ですね、こちらが、ディア・アレトゥーサの2020ということで330万円で落札されました。2頭も白い靴下履いていて可愛いですよね。日曜日の馬順が未記載のものについては決まり次第コメント欄に記載します。結果は日曜日の夜にまとめてコメント欄に記載するので、ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。今週の土日もゴールドシップ3区を頑張れ馬券で応援しましょう。